叶わなかった夢手のひらに並べて君はいつまでも眺めてる一人ぼっちの後ろ姿寂しくないかい握りつぶした過去や未来や夢放り投げた希望や努力聞こえないかいサイレンスボイス早く気づいてもだって涙ひとつぶ流してくれるけどきっときっと僕たちはもっともっと遠くまで行ける離れ離れだった夜を越えてずっときっときっと僕たちはもっともっと幸せになれる教えたのは誰ですか振りほどけない思い出に縛られるほど人はみんな誰も愛する人を探しながら生きていく優しさまといながらその優しさに傷ついてもだってラブソング優しく歌ってくれるけどきっときっと僕たちはもっともっと遠くまで行ける離れ離れどっと夜を越えてずっときっときっと僕たちはもっともっと幸せどうもありがとうございます。ありがとう、ダイニング始まります。きっともっとずっとという歌を歌います。さあ、今度はですね、キャンパスドールという歌を歌ってみようと思います。これはですね、僕が
大学の頃のことを思い出して、作った歌であります。では聴いてください。キャンパス通り。くたびれたスニーカー今も履いている。僕は少しため息、何年ぶりだろう。キャンパス通り車で遠く過ぎた。クラブ帰りの学生たちの中に昔のように君の探してる。瞬きする間に僕の時はフィードバック。All the things pass, pass 一握りの夢を。All the things pass, pass 追い続けていた。僕の夢はあの頃よりは少し痩せた。夢の炎を燃やし続けるために、奴らが髪を切っては照れ笑いの友達を、見ないふりをして、見ないふりをして通り過ぎた秋のキャンパス。 All things must pass 一握りの夢を、続けていた。僕の夢はあの頃よりは少し痩せた。夢の炎を燃やし続けるために、キャンパス通りでした。どうもありがとうございました。さあ、それじゃあ第2部始まりました。今日初めてのですね、ゲストの方を呼んでみたいと思います。斉藤猫さんです。もっと拍手を、はい、もっともっと、もっと盛り上がった。ありがとうございます。今準備を、している最中でございまして、もう好きにやってください。斉藤猫さん、こういう、今2時ぐらいですかね、時間帯としては。
こういう時間にはあまり活動されない方でも。もうちょっとあの後の方の時間がですね、斉藤猫さんにとっては、良いというふうにおっしゃっておりましたけど、今日はですね、アメリカ時間みたいなということでございまして、皆さん斉藤猫さんのことご存知の方たくさんいると思いますけども、いろんな曲のねアレンジとかね、バイオリンとかもものすごい、人でございまして、うちのバンマスの安西はですね、今日のですねステージ斉藤猫さんと一緒だよって言ったら、何ですかすごいですねとか言ってね驚いておりましたですよ。はい、あ、これをねチューニングって言うんですけど、ごめんなさい、私もやっていいですか、チューニング、ちょっとね、ごめんなさいね。さっき猫さんが楽屋でチューニングしたらみたいな。チューニングしたら、すいません、そんなべっきなチューニングがいいんじゃないみたいな。ではですね、斉藤猫さんと一緒にですね、なんと「ゆっくり歩いて」という歌をね歌ってみようと思うんですが、この歌はそうですね、もう 4,5 年ぐらい前になりますか、埼玉スーパーアリーナとかで、大輔お兄さんとね匠お姉さんとかと一緒にね、歌ったんですよ。でこういうタイプの歌をですね、お母さんと一緒の系の、番組で歌えるっていうのはですね、珍しいことでございます。とっても嬉しかったなという思い出がございます。最近大輔君はよくそのどうしてるんだろうみたいなね、ハンバーガーを食べてんのかな。はい、ではですね、斉藤猫さんのバイオリンをフィーチャーしながら歌ってみたいと思います。ゆっくり歩いて。
どうもありがとうございます。斉藤猫さんの素晴らしいバイオリン、ありがとうございます。いやもう一瞬にして世界が変わりましたですね。はあ、なるほど、本当に素晴らしい。ありがとうございます。では斉藤猫さんのコンサートにね、あの吉祥寺のね呼ばれたりして、あるんでございますけども、今度はいつ頃やるんですか、斉藤猫さんの。あ、撮れませんか。これはこの固定ですか。固定ですか。あ、おお、ういよい。あ、これ持ってましょう。あ、はい。そんな。え、あ、いいですか。弾きますか。いやいや、弾けですよ。弾けですよ。ストラディバリウス？あ、違う。いや、そんな。そんな感じですよね。はい、違います。違う。あ、そうです。はい。かまった私が悪かった。マイクを待たせ出された私が悪かった。いや、こんなつもりじゃなくて。いつ頃ですか。あ、今度はね、29日に。29日。忘年会ライブってのがあって、はい、青山のマンダラで。あ、青山マンダラですって。はい、ゲストがたくさんで。あ、そうですか。はい。はい。頑張ります。楽しみにしております。またぜひ来年も。ありがとうございます。ありがとうございます。サムさんがね、猫カロリーのゲストに来ていただくときは、はい、あのいつもと違う挨拶が聞けるからすごく嬉しいです。そうですかね。元気のいいね、お兄さんのやつですからね。はい、ありがとうございます。こんばんは。普通言えないらしいじゃないですか。猫さんのライブだって夜なんだもん。夜遅くてね、もうね、9時10時だもん。最近眠くて。すいませんね、眠そうなのに。もう無理してやっていただいてね。ありがとうございます。お邪魔してます。さあ、それではですね、今日の2人目のゲストを呼んでみたいと思います。坂田めぐみさんです。ああ、おめでとう、おめでとう。めぐみさん、はいはい、どうぞどうぞ。ああ、どうぞどうぞ。はいはいはい。あ、じゃあそっからね。はい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 。どのマイクがあるんですかね。チョイス。はい、ありがとう。はい、皆様こんにちは。はい、坂田めぐみと申します。よろしくお願いします。はい、デビュー40周年おめでとうございます。そう、あ、ありがとう、どうもありがとう。ね、僕がデビューした時にはね、まだ彼女は生まれてないですから。まあそうですか。それ大体知ってます、ね。それはそうだね。まさかね、こうやって40年後にこうやってね、はい、娘とこうやって皆さんの前で歌えるなんてことね、嬉しい限りでございます。さあ、今日はどんな歌を歌いますか。はい、それでは、はい、クリスマスライブスペシャルバージョンで、はい、斉藤猫さんと、はいはい、そしてオサムバンドの皆様と一緒に、はい、どうぞ皆様、はいはいはい、私が NHK のみんなの歌で、作詞作曲歌を担当しました、ね、2つの指輪を歌わせていただきたいと思います。はいはい、じゃあ歌いましょう。はい、2つの指輪。Yeah.
ました。斉藤猫さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。素晴らしい演奏ありがとうございました。ありがとうございました。親子でお世話になりました。ありがとうございます。お世話になりました。どうもまた相談乗ってやってください。はい。細かいこと言ってますけど、ありがとうございます。さあ、それじゃあ、むぐみさん、じゃあもう一曲、はい、じゃあ、歌いなさいよ。自分で勝たすやつみたいな。そう、少しでもたくさん映ろうとしたね。そうです。はい、わかります。はい、ですね、うん、はい、あのお父様が、今日、はい、あの40周年記念ということで、なんかあの愛を歌ってたんですか。そうそう、坂田さんの愛を愛をなんかたくさん歌ってた気がしたんで、はいはい、でなんかあの昔の曲とかたくさん歌っていて、はい、原点に変えられたのではないかなと変えられたって変えられていたのかと。敬語使ったの。変えてた。はい、私も原点に変えてみようと思いまして、まあ、原点って言ってもちょっとあれなんですけど、はい、私が16歳高校生の時に作詞作曲したスターオブザデーという歌を歌ってみたいと思います。はい、わかりました。じゃあ歌ってください。スターオブザデイ。どんな
おう。ですけど、はい。もうカラオケみたいな。おお。いいの三番。津軽海峡です。すみません。世界を変えてしまったね。ごめんなさい。いいのいい。ありがとう。はい、ね、スターオブザデイありがとうございました。はい、さあ、楽しく歌ってきました今日のコンサート。一応ですね、次の歌でお別れということになっております。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。一番ラストの歌はですね、はい、ハイハイハイという歌をね、歌ってみようと思うんですが、もう一人今日はね、ゲストを来ています。ダリオさん、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 はい、大きな拍手を、ダリオさん、ダリオさん、マイクありがとうございます。はい、ダリオさん、はい、どうも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 はい、どうもどうもどうもはい、どうも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 はい、どうもどうも分かったからもう、ダリオさんはね、はい、もう、英語で、遊ぼう系とかそういう系だっけ。それ英語で遊ぼう系っていうのはある。いろいろあるじゃない、そういう番組が。うん、英語で遊ぼう1個しかない。あ、そう、ね、あとみんなの広場のワンパーク。お世話になりまして。いやいやいや、こちらこそお世話になりましたので本当にありがとうございます。やめてやめて。ありがとう。実はですね、今日一部で歌いましたママの結婚、英語版のですね、歌詞をダリオさんに作ってもらったんですよ。もうありがとうございました。今日の私の発音どうだったんですか。まあ素晴らしいね。いやーもう言うことない。本当、うん、お前さっき楽屋でぐちゃぐちゃだったって言ったじゃねえか。せっかく言ったのに。そうだね、もう、まあ、ちょっとしたミスもありましたけどもね。そうですね、ダリオさんにいろいろね教わったんですよ。この舌をこうやって何デッとかさ、デッとかね。おさすがすごい。はい、みんなもせーの、デッ、はいはい、ありがとうございます。というわけ で、 ですね、ダリオさんと一緒にですね、ラストソングを歌ってみようと思います。はい、はいはいはいという歌でございまして、皆さんもご一緒に大きな声ではいはいはいお願いします。じゃあ歌ってみましょう、はい、この歌です。はいはいはい、それいけそばまで吹いてきた。街通り抜けもうちょっとほら感じるでしょう。忘れたいことだらけさ、でも忘れちゃいけないこともある。歯を食いしばって頑張ろうさ、勇気を出して。皆さんせーの、はいはいはい、せーの、白い息さえもみんなみんな君の味方さ、願いは叶うからなす。だからはいはいはい、せーの、はいはいはい、せーの、はいはいはい、心出したら誰かを責めるその前に、もっともっと君を光らせて。幼かったあの頃のほら君を思い出す。Thank you.
夏に見る雲、秋の夕焼け空も、冬の白い息さえも、みんなみんな君の味方さ、願いは叶う必ず。ありがとうございました。坂田天気さん、どうもありがとう。ありがとうございました。どうもありがとう。どうもありがとう。なんかちょっとはしゃいでカメラ蹴ってた。大丈夫、大丈夫です。すいません、あつみさん大丈夫ですか。ありがとうございます。どうもありがとう。どうもありがとう。